建て替え前の駅舎ロープウェイから眺めた駅舎総運座に駅は神奈川県足柄下郡箱根町ゴーラにある箱根登山鉄道及び箱根ロープウェイの駅である。駅番号は両路線ともに O62。当駅は箱根ロープウェイと箱根登山ケーブルカートの中継地点にあたる。当駅からはゴーラのパノラマや箱根外林山のほか、晴天時は相模湾を望むことができる。 箱根登山鉄道の表示看板やパンフレットでは各駅の標高が示されており、かつて箱根登山ケーブルカーとしての当駅の標高は761メートルと表記されていたが、2013年の再調査で750メートルに訂正されている。ただし、箱根ロープウェイとしての当駅の標高は以前より757メートルとなっている。なお、 箱根登山鉄道では、昇華、箱根八里の発車メロディが使用されている。箱根登山鉄道は、東端式ホーム2面1線で、改札口は前方の階段、エスカレーターを上ったところにある。また、ホームの上ゴーラ寄りには、改札外へのエレベーターが設置されている。構内の線路はピット構造となっており、ケーブルカー車両の研修はここで行われる。 箱根登山鉄道の改札は地下1階のホームから上がった1階に箱根ロープウェイの改札と乗り場は階段を及びエレベーターで登った2階にある。2階には隣接して売店、展望テラス及び足湯が設けられている。当駅は当源大駅と共に箱根ロープウェイの終点駅となっており、ロープウェイの緊張設備が設置されている。 2008年度の1日平均乗車人員は1077人である。近年の推移は下記の通り。以前は駅周辺に箱根総運山美術館があったが2000年代前半に閉館した。駅前に路線バスは乗り入れておらず、駅から西へ100メートルほど離れた県道734号線上に最寄りのバス停がある。ありがとうございます。